紅葉の様子を送っていただきました。これ私一瞬2枚看板が消えちゃいました失礼いたしましたなんかマジックが起きるかと思いました私はこう2枚なんであるんだろうと思ったら、まさかね自分が消えてしまうと水鏡になってるんでしょうかって言おうとしたのに、ねえ私が水鏡だったんでしょうかね。本体はどこに行ったんだろう。私はどこでしょう。ここにおります。寒い時期には温かいスクワッシュ料理を召し上がってみてくださいね。あれ、もともとこのぐらいの大きさでしたっけ。あー消えちゃいますねこの時間見られた素敵な夕富士リポートをご紹介します。さあ、こちら山梨県からいただいたリポートです。富士山がすごく綺麗ですね。虹色、まあ、皆さんにはこちらの4位も当てていただきたいと。あれ、いなくなっちゃいました私。いきます。正解は、うすぐも練習なるか。はい、どうぞ。はい、